お疲れ様です。引き続き環境大臣、また防災担当、原子力安全委員会担当を拝命をすることになりました、松本龍であります。まず、今日の午後、菅総理から4点お話をいただきましたので、それについて述べさせていただきます。まず1点目は、世界に先駆けて、低炭素社会を実現することを視野に、温暖化対策の主要3施策について、これに基づいて関係法律の制定、制度のスタート等に取り組んでほしい。2点目は、次の世代に良好な環境を引き継ぐために、社会全体で地球温暖化対策を強力に推進をする。3点目、地球温暖化対策や生物の多様性など、自然の環境保護を政府全体で推進するとともに、日本が国際的に主導的な役割を果たせるよう、関係大臣と密接に連携し、政策を主導するということと、最後は災害対策や被災地の復旧・復興に万全の対策を行う、原子力安全委員会に関する事務を担当してほしい、以上でありました。昨年9月就任以来、生物多様性の名古屋での COP10、さらに気候変動条約、メキシコ・カンクンでの COP16、2つ担当させていただきました。ある意味では、国連のプロセスが復活するために、努力をしてまいりましたけれども、まだまだこれが終わったとはいえ、これから緒につくということで、国内のさまざまな整備をしていかなければなりませんし、生物多様性国家戦略の見直しと、また COP17 に向けて、さまざまな取り組みをしていかなければならない、このことを今、肝に銘じているところであります。さらに循環型社会の構築や、水俣病の被害者に対する政策、まだまだ道半ばでありますから、救済に向けてしっかり取り組んでいかなければならないと、新たに覚悟しているところであります。防災につきましては、9月の就任以来、10月の20日には奄美大島で記録的な豪雨が発生をして、私も現地に参りましたけれども、3名の方が亡くなられる被害がありました。改めて哀悼の意を表しますとともに、被災された方々にお見舞いを申し上げたいというふうに思っております。また、年末年始も鳥取、島根等々で、記録的な豪雪がありました。これに対してもしっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。先般、局地的な激甚災害指定の見直しを行いまして、少しはさまざまな方々にしっかり手当てができる方策を作ってまいりましたけれども、まだまだいつ起こるかわからない災害に対しては、万全を期していかなければなりませんし、3日後、17日には神戸に参りまして、阪神・淡路大震災、もう16年の歳月が流れますので、式典に参加をしてまいりたいというふうに思っております。いずれにしましても、環境防災は一人の命、そして国民全体の生命に関わることでありますから、これからもしっかりと取り組んでいきながら、努力をしてまいりたいと思います。以上であります。ご質問どうぞ。はい、民主党が衆院選のマニフェストで掲げたですね、危機管理庁の設置というのは議論が一向に進んでいないようなんですが、はい、その点も含めて、はい、査察機関にこれからどのように取り組んでいかれるでしょうか。はい、危機管理庁の設置、まあ、いわゆるフィーマですけれども、私もずっとそれに関わって、16年前も発災から復興プロジェクトの座長として、取り組んでまいりましたけれども、なかなかそのアメリカでいうようなフィーマ危機管理庁というものにはまだ到達をしていないということで、大臣就任以来、そのことについてもさまざま今、検討しておりますけれども、まだまだ目の前の豪雨とか豪雪とか、さまざまなことにしっかり対応していかなければなりませんから、そこに至るまではまだ道が半ばであるというふうに考えております。
おはようございますか。大臣、共同通信の中島です。主要三温暖化対策の主要三施策、この元となる温暖化対策の基本法案は、継続審議となっていますが、はい、今回の通常国会での対応方針についてお願いします。はい、基本法はもう言うまでもなく人類共通の課題でありますし、国民全体の課題でもありますし、関君でも日本がこういう取り組みをしているということを発信をしてまいりました。そういう意味ではもう一回この基本法の重要性を皆さんと一緒に共有をしていきたいということであります。また国会審議におきましては、これまでも9月に就任以来いろんな方々、さまざまな産業界、労働界、NGO 等々の皆さんと議論を重ねてまいりましたけれども、まあ、国会審議におきましては、今申し上げたような法案の骨格はしっかりと維持をしていきながら、かつ野党の方々の意見も含めて、さまざまな意見を伺いながら、その成立を期してまいりたいというふうに思っております。よろしいですか。じゃあ最後一問で、はい。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 まあ、いずれにしましても、国会が始まりましたら、さまざまな議論があるでしょうし、野党の皆さんの意見もしっかり聞いていく必要があるだろうというふうに思いますし、柔軟に対応していきたいし、審議については虚心坦懐に議論を聞いて対処していきたいというふうに思っています。はい、以上をもちまして松本環境大臣の記者会見を終わります。ありがとうございました。